後ろから入れましたね。いや大きいですね、もう出てきてすぐですからね、はい、ラベナーただ即座にやり返しますね。この4点6点というのはね、一瞬で変わるケースが出てくると思うんですよ、はい、なのでどちらも集中力を切らさずにですね我慢。昨日に続いて緊迫の展開です。オフィシャルタイムアウトが終わりました。引き続き太田が出ている3円、そこにガードナーが行く、ファールになりました。細川、佐々木、ラベナ、ラベナのジャンパ ー、ガードナー3は決まらず、チェックアウト、細川の3、フリースロー、スリーポイント打ったんですが決まらなかった。3円長野、細川のファールです。点差7点です。オフェンスファール、西田、レイマンへ、レイマン決める、残りショットクロック10秒、大浦に長野がしっかりとついている、ただここは剥がされて決めた、そうします。あ、そうですか、点差6点、西田だ、トラベリング、今度は金丸、大浦の3は決まった、どちらにしても追いかけなきゃいけない、うん、そしてもうタイムアウトがない状況、はい、そしてチームファウルがマックス溜まっている。今シーズン才能を開花させた大浦が決めました。そして奪った、ラベナがインディレイアップ、1点差、一気に1点差を奪ってきた。タイムアウト、タイムアウト取りませんね。ここで守備に行く、メイテンが行った、ガードナー決めきった、最後のタイムアウトを取りました。いや、ここメイテンもいたんですけどね。メイテン、さらに大浦です。メイテン、メイテンにガードナーがついている、金丸バウンドパス、メイテンが行って、あと大浦来るか、リバウンド、メイテンこぼして奪った、三河、その後ファウルになりました。ダディンスキー、さあ大きいぞこのポゼッション、ものできるか。3円、オーラ、オーラ、リバウンド、メイテン、メイテン、リバウンド、ミスから取った、ファールになりました。チームファールまだ2つです。ダジンスキー決まらず、このボールはディフェンスクルー、ダジンスキーかわしてオーガストへ、ファールになりました。19.2 秒まで減りました。まあファールという判断でしょうね。ただ残り 19.2 秒まで減りました。そしてフリースロー1本目、この3円はタイムアウトありません。2本とも決めました。さあ3円は時間をかけるわけにいきません。メイテンが打っていった、決まらず、リバウンド、三河が取りました。リベンジに燃える3位のシード系連勝、3シーズンぶりのチャンピオンシップ。